今日は霞水系でフライフィッシングを楽しみますけれども、台風15号のね、爪痕がかなりまだ大きくね、残っていて、釣り場には苦労しました。ニュースになったのでご存知の方も多いと思いますけれども、霞水系で魚が大量に死んだんですよ。台風15号の大雨で大量にイナシブが入ったのが原因じゃないかって言われてますけれども、私もね、そう思います。毎年この時期になると、稲刈りの時期になると、雨が降った後ね、水質が極端に悪くなったりして、魚が釣れなくなることが、もう経験的にね、もう何度もあったんですけれども、今年はそれが、最悪な状況になってしまったようで、イナシブがね、大雨で、台風15号の大雨で大量に入って、もう魚のね、死体の数が尋常じゃなかったらしくて、多分ね、魚の死体をすくってどっか処分するほどだったんだと思います。今日いろいろ歩き回ったけど、場所によってはね、まだ魚の腐敗臭がしていたんですけれども、大まか片付けられた後のような感じでした。経験的に、水質がね、通年通して比較的良くて、イナシブの影響を受けにくい有名おかっぱりポイントに来てみました。ここ、マズメ時とかだとね、人がたくさんいて釣りづらくて、日中の11時に来ました。ここ今ね、これ空白の時間帯で、ピーカンでね、いかにも釣れない感じですけど、バスじゃん。バス発見。ミエバスをね、発見しました。もうサイズはもう20センチ歩かないかぐらいの小バスなんですけれども、表層をね、ヘロヘロと泳いでいました。これがなかなかね、実は釣れないのはもう分かってるんですけれども、もうね、ちょっとなるべく今日は魚が確実にいるであろうところをね、中心に攻めてみようと思ったので、ここでちょっと頑張ってみます。こんな感じにね、木があって、もうロッドを振るにも苦労するような感じで、ほんと邪魔なんですけれども、このね、木があるからこそ魚がね、この辺にいる感じです。木陰の中に魚が隠れてるというよりもですね、木陰の周りになんかひょろひょろって浮いてる感じですね。で、どうやったらロッドが振れるかなって今見て、なんとかここで振れるかなと思ったらいきなりですね、ああ、やっちゃった。ミエバスの小バス君はね、意外とちょこちょこ動き回るんですよ。で、間合いを取って今だって時にこうキャストしてね、で、引っ掛けてしまうというね、もう台無しです、もう。こんな感じに木に引っ掛けた場合は、慌てずに、ロッドティップでね、つつくようにして、まず、ティペットが枝に絡んで、その先にフライが大抵くっついてるんですよ。で、うまくね、辿ってくると、このように取れるという。で、また、ミエバスを探し直します。あの野郎、匹いるな。バックキャストが取れないんだもの。1匹見つけたミエバスと戯れていたら、もう1匹バスが現れて、さらにね、10センチ少々のちっちゃいブルーギルもね、なんだなんだって感じで好奇心で集まってきましたね。こういう状況ってよくあるんですよね、小物が群れてる場所だとね。これが意外と釣れない。今もちょっとショートバイトしたんですけどね、全然フッキングしないと。この場所からね、逃げようとしないんですよね、この小物たちはね。もう擦れちゃったか。無理だ、キャストができない。木が邪魔でダメだ。こっちにいねえのかな。
キャストしづらい場所に魚がいるというね、もう釣りあるあるですよね。で、仕方がないので、ティペットを短くします。ティペットを短くすると、バックでね、木に引っかかる確率が多少ですね、多少は減ると。この状況だとティペットはもっと短い方がいいんじゃないかということです。で、今使ってるフライはですね、先月紹介したプロペラのついた岩井ミノですね。今ね、この場所で、小物が群れてるこの場所で、このフライを使った感じですね。プロペラが回転するとね、ブルーギルにはなかなか評判のようです。寄ってきますね、プロペラが回るとくる、なんだなんだって感じで。で、バイトするかというと、バイトはしないですね。見に来ると、見物に来ますね。プロペラが物珍しいんでしょうかね。もうダメだ、見切られた。フライを変えよう。これじゃ釣れない。プロペラのついたね、岩井ミノのギミックとしては面白いんですけれども、やっぱり魚が釣れないとね、魚が釣れないとやっぱり面白くないわけですよ。フライは面白いんだけど、結果的に魚が釣れた方がやっぱり面白いということで、普通のね、プロペラのついてないノーマルの岩井ミノに今変えてます。一応岩井ミノーで釣れましたね。もう。これも20にいかないでしょうね。やっぱりプロペラない方が使いやすいですね。悲しい事実。普通の岩井ミノーのが釣れます。先月の動画でも言いましたけれども、やっぱりこの手のね、ギミックのフライですね。SNS でいいねをもらった後はスタンプにしてるのが一番賢い使い方で、現場で使うとね、キャストの時に空気抵抗はでかいわ、ティペットはよれるわでね、ほんと使いづらいですね。ノーマルのね、岩井ミノーに変えた瞬間ね、もうキャストはしやすいし、ティペットはよれないしね、なんてノーマルは素晴らしいんだとね、改めて再確認しちゃいましたね。わざわざ手間暇かけて作ったプロペラはね、何だったっていうことなんですけれども、やっぱり SNS でね、いいねをもらうにはとってもいいアイテムだと思います。まあ、こんなこと言っちゃね、このフライデバス釣りという趣味そのものを否定しかねないんですけれどもね、まあ結果的にはやはりそう思ってしまったんだからしょうがないということです。目前の小バスは一応仕留めたということで、残る相手は10センチ少々ぐらいの小さなブルーギルなんですけれども、とりあえず1匹は釣っとこうということで、今ね、手段を選ばずにメバル用のね、小さなフライを今つけて、これで何とかしてみようと思います。結局このフライでしか釣れないな。合わせた瞬間飛んできちゃうようなね、もう小さな小さなブルーギルでした。まあ、魚のね、魚釣りの楽しさは、魚の大きさではないと思うんですけれども、やっぱり大きいね、ちゃんとした四重アップのバスを釣りたいなってことでポイントを移動します。今日の作戦は、前半はおかっぱりで、各所回ってね、台風15号の爪痕を確認しながら、釣りができそうな場所で、フローターフィッシングですね。フローターフィッシングで、
ナイスなバスを釣ってやる作戦で、その前座だったわけなんですけれども、ちょっと動画的にね、前座の部分が メインになりつつあるというところで、ちょっとお察しなんですけれども、アクシデントが起きまして、実はフローターを膨らまして、もう上田も履こうかという時にね、フローターからね、空気が漏れてるのを見つけてね、ちょっと危ないな、危険だなってことで、急遽おかっぱりにしました。ここのね、護岸からフローターでエントリーして、釣りをしようと思ってたんですけれども、エア漏れしたフローターで浮くわけにはいきませんので、急遽ね、おかっぱりに変更です。おかっぱりといっても、ここの護岸からキャストできる範囲ぐらいしか攻められないわけですよ。で、もののね、十数分で、なんか重たったところはね、もうキャストし終わっちゃった感じで、もう魚の方からここに回ってきてくれないと、釣れる可能性はないなと思っていました。ところが、魚の方からね、回ってきてくれたんですよ。で、魚種はね、バスではないんですけれども。まあ、いいか。いいってことにしましょう。おお。鯉が暴れると、そこの土が舞い上がるところから、水深がね、動画でもだいたい伝わると思いますけれども、シャドーですね、とても浅いところです。そこに鯉がフィーディングで入ってきたんですね。ちょうどそこに私が居合わせて、フライをキャストしたら反応したということです。よかった、このサイズで。よいしょ。あんまりね、大きい巨鯉がかかると、もう大変なんですけれども、このサイズで良かったです。しかしね、50センチぐらいありそうなんですけれども、なんか全然引かなかったですね。この個体はね、引かないです。どうしちゃったんでしょう。50ぐらいでしょうかね。大体50弱ぐらいでしょう。はい、だいぶ汚くなったけど、はい、売り場がですね、フローターを修理して、次回はナイスなバスを釣りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。